衝撃でしたもんね、山崎智也とか。これ空から見てるんだろうな、バードアイを持ってるんだろうなっていうぐらい、はいはい、三島圭一郎として乗った1号目なんです、はい、出れますかって黒須田編集長に言われたら、はい、OK です、はい、本当僕でいいんですかって、はい、春風亭一同のボートボーイ一人買い、もう満を持してというかね、私も一度一緒にお仕事をして、こんなに話が合う方世の中にいないんじゃなかろうかと、思いました、ボートボーイ編集部から三島圭一郎さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ボートボーイの一平卒三島です。よろしくお願いします。いよ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 ね、はい、三島さんに登場していただいたとい う, お久しぶりです。お久しぶりです。春風亭一同の一撃必中という、レースを絞って、はい、厳選して勝って勝負をして当てるという、はい、放送の時にご一緒させていただいて、はい、それでね、終わった後打ち上げに行きましたんですよ ね、はい、そこでですね、まあお互いの幼少期の話になったわけですよありましたね。で、私の父も三島さんのお父様もボートが大好きで、そこからこう楽しみ方を知ってったという幼少期がまるで一緒だったんで、ね、そうですね、その打ち上げの続きをここでやろうというね、はい、いいんですか。もういいんです、もういいんです、これは。ありがとうございます。はい、ということで、はい、まあね、今見ている方々が、うん、知っている三島さんというのは、まあ、記念レース等々でね、JLC でもって予想を出したりしている、はい、方、格好がちょっとこわもてでね、もう敵じゃないような雰囲気なんですけどもう実はもうめちゃめちゃ心の優しい方でね、実は笑顔がチャーミングというところです、ね、ありがとうございますやかましいわということで、はい、実はね、はい、今ここに並ばさせていただいたんですが、はい、一番前の列、うん、こちらなんですけども、はい、1996年の、はい、創刊の年の、はい、号を3つ並んでたりなんかするんですが、もちろんこの1996年という年月はもう、はいはい、ボートレースの方はそうですね、もちろん楽しんでましたね。楽しんでた頃ですよね、はいはい、逆に言うと、はい、その一番最初物心がついて、うん、はい、あ、ボート場にいるんだ今っていうのって、はい、おいくつぐらいの時ですか。の小学校の、はい、自分でこう分かるようになったのがもう2年生とか もっとか1年生ぐらいの頃には、はい、あって思ってましたね、はいはい、あの父にレース行くぞって言われて誘われていたので、はいはい、あ、レースなんだっていうのはなんとなくこう言って小学校1年2年の頃からは分かっていました、はい、あ、はい、その頃って僕も大体物心ついてって、はい、ボート場にいるんだっていう自覚が生まれたのはその頃、その年月ぐらいなんですけど、うん、本当に子供いなかったですよね、いなかったですね。でも本当に子供が目立つんですよね。目立ちましたね。ほとんど僕一人だと思いますね、はい、で、はい、その時って僕の時はですね、はい、1レースから6レースまで2連複しか打ってなくて、ね、はい、で後半が2連単になる時代だったんですけど、はいはい、まあとにかくね、父親が例えば船券当たったりすると、うん、10円玉をくれるんですよ。はい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 、でその10円玉を一生懸命椅子にこう並べてたというような記憶があるんですよ。もうやることが本当ないんで、ないですね、はい、ただ見るだけで、そうですね、だからスタート展示って今当たり前にあるじゃないですか。そうですね、でその頃って会った時となかった、うん、ありましたね、なくなった時とかありましたね。あります、はい、でもう早く帰りたくてなんでスタート展示なんかやってんだよとか思ったりした幼少期があったんですけど、私は、はい、本当に父が好きだったので、ほうほう、ボートのレースに行くぞって言われて、はい、レース行こうって言われるよりも、はい、父と一緒にいることが好きだったので。なるほど。なんかそこでこうわちゃわちゃしてるのは楽しかったね、はい、もちろんちっちゃいので、はい、目の前金網なんですよね。金網なんですけど、はい、見てるのは楽しかったですね、同じ空間にいるんだっていうの
いやーでもこれそれすごいわかりますよやっぱりいろいろありましたよね。ありましたね。お父さんといるのが楽しかったですね。うちの父はですね、はい、一応なんか旅行にかこつけるみたいな言い訳をしながらボートレース場に私を連れてってたんですよ、うん、はい、だから不思議と、うん、ボートレース桐生が一番多かったんです。お僕は、ね、家が練馬なんですけど、あ近いですね、分かりますね。一応車乗って、はい、多摩川じゃない平和島じゃない、うん、いや一番近い戸田じゃない、うん、一応山の見えるコンクリートジャングルじゃない、一瞬その、はい、踏んで、はい、旅行的な旅行気分で旅行じゃねえそれでねよく行って沼しかないじゃないですか。そうなんですよ。あそこ行っても。そうなんですよ。ですよね。それでまあね、当時のボートレース場といったらこれ食べ物もだいぶ変わりましたよね。まあ、今は本当に食べ物ももちろん美味しいですし、はい、お子さんたちが来てもモービーとかできて、はい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 、すごい家族でこう楽しめたりナイターもあってっていうのはあるんですけど、はい、当時はね僕の中で、はい、フードコートができたって衝撃だったんですよ、はい、ですね。フードコートっていうぐらいのだから、まあ、ボートレース途端に吉野家が入った時、吉野家みたいなあありました、ね、ぐらいのテンションになった、はい、ですよね。すっごい分かる。いやー気持ちいいわ今日本当にラーメンなんかも、はい、やっぱり僕は多摩川の、はい、今のもうなくなっちゃいましたけど、はい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 、一幕より、うん、ありましたね。あそこで初めてラーメン食べたっていう記憶があったりして、まあ美味しかったんですよね、うん、本当に。そうですね。で僕より一世代上のボートレースファンの三島さんですから、はい、やはりね昔は二連複二連単時代で、はい、その今マークシートとかね、もちろんその我々私が子供の頃って口頭で言うとそれが船券になるというような形だったんですけど、はい、その前の三島さん世代って、うん、例えば 1,2 カウンだったら 1,2 のカウンターまで行かないと買えない時代ですよね。 そうですね、はい、それがね 1,2 っていう窓口があって、はい、なので、このレースは 2,4 が、はい、こう人気になる選手が いるってと、はい、2,4 がバーッと増えるんです。そうなんですよね。窓口だからすごい時代です。だからやっぱ日本ってすごくないですか、はい、あれから40年ぐらいでこれだけの進化って すごいですよね。まあ、それだけは携帯電話もそうかもしれないですけど、はい、ガラケーとかから始まって今もうパソコン持ち歩いてるような時代にまでなるわけじゃないですか、はいはい、だからこれ見ている方にね言いたいのがだからボートレースもそれだけの船券の進歩してますね。ですよね。だってもちろんテレボートないですから、はい、ないですもんね。だから随分な進化を場外発売みたいなのがなかったので、はい、大きなねビッグレースも、はい、現場に行かないと本場に行かないと買えなかった、はい、で本場に行って見る以外、うん、じゃあ地方で、九州の方でやったビッグレース、はい、今でいう SG は、はい、こっちに来て次の日の月曜日にスポーツ新聞を開くと、はい、こんなでした、ね、そうちょろっと乗ってるだけ小さかったですよね、こんなでした。もう本場行って見ないと分からなかったですね、はい、だから僕初めてグランプリを住之江まで行ってみたのが、はいはい、もうもちろん話し家になってからなんですよ、はい、それまで本場までわざわざ行ってなかったんですけど、はいはい、浜野谷選手が1号艇でちょっと遅れてしまった時に前日に、まあ、僕前座修行中だったんですけど、はい、どうしても浜野谷さんが1号艇乗ったんで、うん、これはもう現場に行きたいと思って行った時の、うん、大阪でのスポーツ新聞が一面で取り上げられてる時の感動ったらなかったです。関東なんかどっちかっていうとこう小さくなってったんで、それがねやっぱ衝撃受けて、それこそ三島さんの時代のその九州でやってる SG なんて関東だとまあもちろん買えないんで仕方がないんですけど、小さいのね、一文字ずつ大事に読んだりなんかするのを覚えてますけれどもさ、そのボートボーイの創刊の1996年となりますと、一応この辺にピックアップレーサーの名前が出ておりますけれども、この辺りの世代で三島さんが好きだったなっていう選手っていらっしゃいます？96年っていうともうこの、まあ、ここで出てる服部幸男選手がもうバリバリにこう輝いている頃で、そうですよ、ね、自分でこういうふうに船券が買えるようになってから、
出てきたこの服部幸男選手、うん、びっくりしましたね。でまた男前でしたし、ね、ちょうどテレビ CM が、はい、あのボートレース界で激しくというかしっかりしたものを出すようになった、はい、まあ正直今で言うとアイドルレーサーでもありましたよね、服部さんは。間違いなくアイドルレーサーロン毛で、はい、で私ももちろん船木はまだ変えてない時代なんですけれども、はい、全選手の名前を覚えようって、でそれはまさに先ほどお話した通り父が喜ぶからだったんですよ。あの話し相手が一人変わるじゃないですか。そうなんですよ、ね、それで誰々が好きとか言うので、はい、まあ当時も服部幸男選手全盛 で、ね、今も A 級で走られてるっていうのはすごいですよね。素晴らしいですね。でこの辺で懐かしいとこ行くと、うん、川崎選手とかね、あまあ川崎選手といえば花の60期と相なってくわけで、うん、この2段目にその60期の総大将と言ってもいいでしょうですね。あの城滝選手、はい、でこの頃って今並べていただいたのに一応ここ2つはわけがあって、はいはい、まあ若手なんですよ、うん、まあ今のヤングダービーこの当時で言うと新鋭王座決定戦とこちらに出てございますけれども、はい、今も若くてね強い選手ってのは出てきますけれども、うん、ちょっと三島さんと私から言うと毛色がちょっとこの辺で違いましたよね。全然違いますね。なんていうんすかね、うん、あのもちろん今のレーサーも、はい、このターンスピード時代になって素晴らしいターンを見せてくれるんですけど、はい、なんかこの世代のこうまだ新鋭王座決定戦があった頃のこう活躍していたレーサーはプロ意識っていうのかな、はい、あの気持ちの部分がすごい強いレーサーが多かったような気がして、先輩がいても進入はしっかり取りに行きますし、はい、しれっと深くても逃げてきますので、そういうなんかちょっと今の時代とは違う感じのゴリゴリ感みたいなのがありましたね、はい、でちょうどその時の なんか、まあ、ボート界ではこのね服部選手が言った、水の上では先輩後輩ないみたいな ね、 ありましたね、のからも水上の格闘技とまでね言われていたという。本当に衝撃でしたもんね、山崎智也とか。どういうイメージでした？あのうーんなんだろうな、私がこうレースを見ていて感じるのは、はい、こう空から見てるんだろうな、バードアイを持ってるんだろうなっていうぐらい、はいはい、ここが開くのを分かっているこう功績を描きながらそこに入るのをさらっとやるんですよ、はい、でこのイケメンじゃないですか、はい、大変なイケメン、かっこいいなって思いましたね。いやこれね本当にだうちの父の話になっちゃうんですけど、はい、やっぱ友也好きだったんですよね。イケメン で、はい、で強いという、はい、もう欠点がない選手でしたもんね。でそれでいうと浜野屋健吾選手もね、なんも強かったですよね、はい、出てきて強くて、はい、いつ優勝するんだろうって8回目か9回目だと思うんですよね、優勝したのね、はいはい、ボートレース戸田だと思います、はい、7、8回見に行きました、優勝戦。また優勝しねえよって思ってて、はいはい、結局ここまで強くて、はい、今回のその関東地区戦も結局言わすところ、あの全然衰えず、ずっと常に進化しているなっていうのが素晴らしいなと思いますね。なんかね、今年の関東地区戦は私も見てたんですけどね、はい、あんなに綺麗にまくりたちが入るんだという、ね、で、上がってきた時のあのコメント、はい、させると思わなかったってやかましいわと、もうだからさらっと言う、そうですね、だいわゆる山崎智也選手と浜野屋健吾選手ってまあまあまあ努力もなすってると思いますけど、はい、まあなんかイメージ的に天才肌が、そうですね、この辺でポツポツ出てくるわけで、瓜生さんと田中伸一郎選手もこう出ていますけれども、天才ですね。でこの当時パッと浮かぶ、はい、新鋭の若手の選手で、うん、あ、俺この選手好きだったなっていますっていうのはもうこちら、はい、ここに出ているこの原田幸男選手が出てきた時には、はい、すごいやつ出てきたなって思いました。ターンもあって、はい、ターン力もあって、そのなんだろうな、旋回スピードみたいなのももちろんなんですけど、はい、あのスタートが速かったので、
悪いとこないなって思いましたね、はいはい、で長身から出るあの綺麗なモンキー、ね、まあ、白井英二選手とかもそうですけど、ね、なんか美しいというか、はい、ですね、なんかで、すごい感じました。でレコードタイム下がっていくような、はいはい、原田選手が出てきたあたりね、すごいなと思いました。でまあこの辺の話をね、うん、ずっとしてもいいんですけども、これから多分6時間半ぐらいの、そうですね、番組になってしまうの で、 いいで、ね、この番組は三島さん実ははい、ボートボーイを振り返りながら、はいはいはい、ボートレースの魅力を深掘りしていこうというのが元なんで、はいはい、三島さんが、うん、編集部にこう呼ばれた初めての号が実はね、はい、こちら、あ、すいません、はい、こちらにございまして、はい、これが、でボートボーイに乗った、ね、初めてですね、一発目の三島圭一郎として乗った1号目なんですね、はい、黒沢編集長と、はい、畠山さんと、はい、それから三島さんで喋っているという、ね、はい、そうですね、もうゲストで呼んでいただきました、ね、はい、この時はもちろんファン代表、はい、ファン代表というか、まあもうそうですね、そういう形でゲストで呼んでました、はい、でもそれってどう連絡来るんですか？電話で来ましたね、確かね、はい、電話で来て、で出れますかって黒沢編集長に言われて、はい、OK です、はい、僕でいいんですかって、はい、お願いしますって言われて、でファックスが来て、はい、でどこどこのこの場所で、はい、みたいなので行きました、ね、はい、やっぱボートファンとしてもこうボートボーイに乗るっていうのは嬉しきこと、嬉しきっていうかもう俺でいいのって思ってます。はい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 、はい、いや僕もねそれ同じ話し家になって、はい、ボート好きだボート好きだって言われたら、はい、呼ばれたんですよ、うん、今はないような雑誌なんですけど、はい、同じこと言ったんですよ、僕でいいんですか、はい、ただただ好きなだけで呼ばれるっていうのは、はい、なんか名誉でいて照れくささもありますよね。いや照れくさかったですね、はい、やはり雑誌を作ってるプロの方たちなので、はいはい、そこに俺が出て何かできんのかなって、うん、本当に僕でいいんですかっていうのは聞きました。めちゃめちゃ馴染んでるんですよこれ1回目で、できるんですかどころか、はい、むしろもう引っ張ってるぐらいの、それはもう黒田編集長のこの、うん、なるほどなるほど、はい、そしてそれが時が、はい、進むにつれて、はい、はい、この加藤俊二さんのね、平和しますね、表紙ですよ、顔してますね、いい顔してますよね、落語もね二度ほど見に来てくださってですね、いけねもう一回スタッフさんにも今落語も加藤選手二度ほど来てるんですよ。まあ、それなぜ来たかというと立川談春という男がいましてね、その方と仲がいいんで談春、ね、師匠がゲストの時にお見えになったという、だから完全に僕目当てじゃないというところなんですけれども、談春さんが、はい、以前、はい、JLC の方で、はい、なんだろうな、番組をやってる頃に談春、はい、さんの番組にも出させてもらったことあるんですよね、ゲストで談春塾みたいな、談春塾みたいな、2日間なんか出たことありますね。あ、そうですか、はい、ありますあります。その時から性格悪かったでしょう、ねね、ここは使っていいですか、ここは使っていいんだ、ここは使ってもらえねーって言うぐらいしか言えないですよ俺いやまあまあ癖のあるね、まあ、まあ、すげえいい方でしたね。でもね今もうチケットの落語会のチケットの取れないベスト5に入るそういう、まあだからグランプリメンバーみたいな、あ、本当、まあ、分かりやすく言うとそういう感じですね。ボートレーサーは1500人以上からいますけれども、ね、はい、落語会ってまあ700から800ぐらいなんですよ、はい、でそんな中で毎年グランプリに顔をつけられるというようなのが立川談春なんで、だからさっき下げたから今上げてるだけなんですけど、これは2016年の7月号でございます、はい、本当に面白いボートレースとは何かという企画でもって、はい、またここ、黒沢さんと畠山さんと三島さんでお話をなすっているという記事が載っておりまして、はい、そこから編集部に入っていくのはどれくらいなんですか？いや、もうこの後に、はい、この今のこの号が出る、はい、1ヶ月半ぐらい前ですかね、はい、黒沢編集長から電話があって、はい、いついつ空いてるか、はい、国立まで行くんでって言われて、はい、ほっみたいな、はい、なんでと思って、
なんかやっちゃったかな、はい、もうお前と付き合えないからみたいな特に内容は言われなかったんですね全然何にも言わないんですよ、はいはいはい、いや申し訳ないんで僕が行きますって無理やり言って、はい、行ったら、クロスダさんと畑山宗教が待っていて、はい、次からあの力貸してくれないかという話を言われて、はぁ、みたいな物書きでも僕はないですし、はい、ただボートをちょっと知っているおっさんなだけなんです、ね、ちょっとじゃねえあのね、三島さんでちょっとだったらもう全員知らないと一緒ぐらいですよあのまあお好きですから、はい、それでお手伝いをそう、なんかケイちゃんのエッセンスみたいなのをちょっとこう貸してもらったら、はい、ちょっと盛り上がるかなと思ってって言われたんで、はい、いや私でいいのなら、はい、っていう形でこういうふうにさせていただきます、はい、いや、だからそこから要するに僕はその一撃必中の時に打ち上げでおしゃべりしたと冒頭で申し上げましたけれども、はい、その時も打ち上げで途中でお酒はまあここまでだなとかっておっしゃったんで、はい、どうしてですって言ったらこれからさレースチェックしなきゃなんないからってんで、あの全部見られるじゃないですか、はい、それはいつぐらいからやってたりするんですか。見るのはJLC の会員であったので、はい、視聴者というか、はい、大概もう25年ぐらい前からかな、はい、昔は夜に、はい、あのダイジェストみたいな15分番組のダイジェストを、はいはいはい、あれをこう DVD に撮って、で朝起きて、はい、あの DVD をつけて、はい、リプレイをチェックして、はい、このこいつ足色いいなと思ったのをその日にこうレースで見て追いかけるみたいなことをずっとやっていて、はい、で黒田編集長がモーターについてやっぱりケイちゃんの目を知りたいから、はいはい、モーターのこう情報をやりたいんだけどって言われたので、はい、じゃあ全部見ますって言って完璧に全部見るようになって、いいモーターだけじゃつまんねえから悪いやつもやろうって言って、はい、悪いやつをやることになったんですけど、はい、それはかなりかかりました、ね、あへ今はその、はい、ちょっと良くないなっていうモーターのページはなくなったので、はい、いいモーターだけなので、はい、うん、それでもでも、7、8時間はかかりますかね。いや、すごいですよね。だから僕話してて、まあ、いろんなボートを好きな方とお話したりなんかする機会はあるんですけど、はい、あの大時計が回ってからスタートするまでの、うん、いわゆるあの握り込みの瞬間の足まで見てますね言う人って僕は僕なら初めてなんですよどんなお好きでも、はい、そこまではなかったんで、はい、ものすごいそれに関しては感銘を受けたし、それだからこそ、まあ、あの三島さんが XQ、Twitter 等々でつぶやいたりなんかするのって、はい、なんか視聴者がいろいろとこの影響をちゃんと親身になって受けるという、はい、そのだからボートファンでいるからこそ、はい、ボートレースに対してこう真摯でいるというような、はい、イメージがあるんですよ、うん、こんなおっかない顔してるのにもかかわらずメス入れた方がいいですかいやでもね、もう本当話は尽きないんですけれども、ね、これ見ている方々も、はい、あのボート仲間ってやっぱ趣味が一緒じゃないですか、うん、はい、そうですね。だから情であっても、はい、なんとなくこう盛り上がる、盛り上がれますよね。あの要するにお酒が好きな人っていうのはお酒一つあっただけで話が始まるとか、はい、うん、落語ファンもそうなんですよ、はい、要するにあの人の落語いいよねなんての話をこうするだけで距離が縮まる、はい、うん、それに近い番組をこちら作っていこうと思ってますんで、うん、ぜひ参加していただいて、はい、それであの同じ気持ちを、うん、我々はねあの見ている方と共感したいと思ってますので、ぜひともまた三島さん来ていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして今週のおしまいは一蔵の格言というところでございますが、ボートレースは真摯に向き合おう。裏切らないから大丈夫。みんな頑張ろう。ということで、はい、今週はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。